流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか厳しい戦いになってますよね。そうですね、この厳しい戦い最後まで乗り切ってほしいと思います。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちそうだ。三塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。ちょっとタイミングはずれました。低め外れました。バッターボックスの九里、今シーズン得点圏での打率は5割8分6厘となっています。打った、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ホークスなおもピンチです。バッターボックスには5番金村。初球変化球にタイミングが合いませんでした。引っ張った、この当たりはどうか。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターは6番鈴木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。今日は先発全員にヒットが出て、アウトコース打ちました。ここはフライになっています。梶谷抑えてワンアウト。バッターボックスには指名打者の羽田。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、初球打ち右中間に落ちました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。ホークスもうこれ以上点はやれません。8番バッター古久保。先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、空振り。147キロ打ちました。ショート取った。二塁送球アウト。ここは二塁をアウトにしています。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。バファローズのリード広がっています。お待たせいたしました。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃。バッターボックスには9番牧師。今日はホームランを放っています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ホークス厳しい展開で6回を迎えています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく。レフト線フェアです。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3打席連続のヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。はい、さあ初球は何か。初球大きな変化球でまずは空振り。打ちました。右中間に大きな打球。ライトセンター下がっていく、下がっていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ホークスなおもピンチです。バッターボックスには3番デイビス。さっきはツーベースを打たれましたからね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。はい、まず際どいコースをついてきました。ストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。打ちました。この打球はフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。取ってツーアウトです。バッターボックスは4番クリ。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。
まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。2アウトになっています。キャッチャーが落下点に入ります。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ、里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやーもちろんですよね。最後まで試合を諦めない。初球打ち、打った瞬間確信したか、入ったホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には6番バッター鈴木。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打った、抜けていきます。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。ホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは2歩。さあマウンドを任されたのは2歩。今シーズン4試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。一塁牽制球、一塁はセーフ。初球ストライク。さてバッターの肌、どういうバッターなんでしょうか。まあ引っ張らせると怖いバッターですね。私なら外中心で攻めますね。そうですか。打ちました。ショートの横抜けた。これで3連打。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは8番古久保。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまう。打ちました、いい当たりだ。レフトが追いかける、ぐんぐん入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ホークス追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。9番バッター牧師。初球空振りです。これが2球目。大きく枠を外してきます。ワンボールツーストライクです。打ち上げました。構えます。4球目打っていきましたが、ファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。一、二塁間、三森掴んでツーアウトです。バッターはダイソーから起用されている村上。バファローズこの回7人目のバッターになります。ファウルです。インコースを落としました。ワンボールツーストライクです。外、これは外れます。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。3番バッターデイビス、今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを二塁に打ちました。痛烈な打球、大きな打球になった、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ホークス追加点を許します。
ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス栗、初球空振りです。さあ2球目は何か、打ちました。伸びていく外野、大きな打球になった。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3連打、2アウトランナー2塁。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の香山。さあマウンドに上がったのは香山、今シーズン40試合目の登板です。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターはダイソーから起用されている粟口。昨日のゲームはホームランを含むマルチ安打を記録。走ってきた、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど。次が3球目、落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。打った、ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。バッターは DH 羽田、先ほどの打席でヒットを放っています。初球空振りです。このカウントは厳しめに行きたいですよね。なるほど、さあどう来るか。打ちました、これはどうだ。グラシアル一塁送球、これで6連打、2アウトランナー2塁1塁。バッターボックス古久保、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ヒットでランナー2塁1塁。バッターの古久保、今シーズンの得点圏打率は6割9分。2球目打ちました、ここは打ち上げています。キャッチャーが構えます。甲斐が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。8回まで来ましたバファローズの攻撃。バッターボックスは9番牧師、今日はホームランを放っています。ジャストミート、センター下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はダイソーで途中出場の吉田。吉田初球ボール、これはサード松田抑えて、これで7試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。今日はダイソーで途中出場の村上。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうだ。ランナースタート、キャッチャー送球して、タッチアウト、盗塁失敗。しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。二塁へ送球、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。打ちました、大きな打球になった、レフトバックする、そのままスタンドに入りました、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ホークス追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターは4番クリ、さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。
変化球わずかに外れました。ボール先行です。インコースへ大きく外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。これが5球目。打ちました。打った瞬間確信したか。ぐんぐん突き刺さった。ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。三塁回って今ホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。5番バッター金村、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。バットは動きません。よく見ています。ワンボールツーストライクです。三遊間、松田掴んでツーアウトです。今日はダイソーで途中出場の阿波口、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。バファローズこの回7人目のバッターになります。打ちました。これは大きい。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。2アウトランナー。さあマウンドを任されたのは高橋、今シーズン26試合目の登板です。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。打った。高く上がった。センター下がっていく、下がっていく。追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ホークスなおもピンチです。打席には8番バッター古久保。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターボックス牧師、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。低めは外れました。空振りになります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。インサイド落ちました。取ってワンアウトです。バッターボックスは2番村上、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。おっとこれを掴んだ。一塁送球、これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー一塁となりました。いきなり牽制、セーフ。また牽制、一塁はセーフ。初球は何で来るか。初球ストライク。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。いい送球。ボール失敗。ワンボールツーストライクです。打ちました。ショート取った。一塁アウト、スリーアウトです。この回バファローズ結局3人で攻撃を終えています。バファローズ大量リード。残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。
勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。